第三章、太子清盛。この家には壁がない。部屋の境は板仕切りであり、入り口には古布を帳とし、妻戸の代わりにむしろなど垂れてある。いくら寝坊なものでも、これでは隣のバカ騒ぎに安眠しているわけにいくまい。鼓を打つ、鉢を叩く、ワイカを歌う。あげくに今尻餅でもついたようなやなりと男女の笑い声が一緒に湧いた。いや、俺はしまった、もう何時だろう。目を覚ました途端に清盛はひどくうろたえた。そばには女が寝ている。確かに六畳当院の遊び宿、森藤に誘われてきた家である。弱ったな、帰らにゃならん。いえ、なんと嘘を言おう。父忠盛の顔つきが見える。母のガミガミが聞こえるようだ。幸いおじから借りてきた金はみんなまでは使っていない。そうだ、今のうちにとむっくり起きたが、森藤はまだ騒いでいるのかしら。女の黒髪を踏むまいと、清盛はその胸をまたいだ。そして火の漏る節穴から隣の騒ぎを覗いてみた。何もない板敷きの一部屋には、松明かりを日ざらにくべ、どこの奉仕たちやら悪僧面が三四人、遊び目たちを膝へ乗せたり抱えたりして、すでに飲み明けた酒壺がいくつも横に転がされてある。あ、先に帰ったな、森とは俺を残して。彼は一層慌て出した。例のボロひたたれをつけ、太刀を腰へ吊るすのも、あたふたと円図体に出口を探した。暗いし戸惑い気味でもあった。何やら足の先に金属的な物音を蹴残したまま、逃げるように戸口を出た。すると物音に飛び出してきた奉仕たちが、待て待てと口々に清盛の後ろでわめいた。人のなぎなたぼけたぼしながら肩そびやかして出て行くはどこの何者だ。待ちおろう、そこな小男。清盛が振り向いた目の先へチカッと来たのは、すでに言葉ではなく白いなぎなたのひらめきだった。おそらく叡山かどこかの屈強な荒法師の修練に違いない。死神の手のようにそれは早かった。彼はいっぺんに式も覚まし、酔いの気楽も後の悩みも消し飛ばして夜風の中を逃げていた。枯れ草の生えた崩れついじと、腕木も傾いた怪しげな屋敷門とが目の前に来ていた。清盛は我が家と気づくとぞっとした。困ったぞ、何と言おう、何と。それもだが、今夜に限って父の怖さ以上母を見るのが嫌だった。たまらなく腹が立っている。あの声を聞くのも嫌だ。本当ならこういう時こそ共に父の前へ謝ってもらいもしたい母親に、こんな反逆を抱く子がどこにあろうか。炊事の崩れを見上げながら彼は孤独の感にとらわれていた。多感は彼の天性に近い。こめかみのあたりを異常に痙攣させながら、その大頭の中では何か単純でない多血な雨粒を本流みたいに明滅させている彼であった。いっそ母の素性など知らずにいた方がよかったかもしれぬ。森藤に会ってあんなことを聞かされなければ。それも食いられたが、その森藤と女たちを交えて大酔いした遊びの座もキレギレ思い出されてくる。いや、もっと忘れかねたのは、遊女宿の一間に置き残してきた
根汚い黒髪と容易にどうにでもなる獅子を持った肉塊だった。それが美人か秀女かなどは問題ではない。二十歳にして初めて知った不思議な亡画と生命の恍惚に彼自体がただ驚いた事実なのだ。そしてこれが女の肌を知ったということなのかと、頭はのべつ甘い追憶にとらわれて、何かスカッとして萌え殻のようになった軽さを自分の肉体に気づくのだった。ひょっと女の匂いが自分の体にしはしまいか。この恐れがまた彼をしばらくたじろがせていた。しかしやがて追事を飛び越えた。なぜ今夜に限ってこんな罪悪感にとらわれるのか。ただの夜遊びでは何度も越え慣れている追事なのだ。足音はいつものように馬屋の裏の畑へ降りた。お、和子様よな、平太様かよ。お、じじか。清盛は棒立ちのまま我が髪の毛をつかんでしまった。じじというのは木之助家定である。父に次いで清盛が煙たいのはこの忠誠な家来であった。自分など生まれないうちから家に仕えてもう前歯も二三本欠けているほどなものだし、いかに世間がここの主人を無能と言おうが貧乏兵士とあざけろうが、彼のみは武家の家訓を守り通し、主従の礼儀、言葉遣い、いやしくも折り目切れ目を崩したことのない家人だった。なんとなされましたな、この深夜までは町の人で思ってはおりますまいに。転げ落ちた清盛の古烏帽子を拾い上げてその人の手に返しながら、木之助はなお鍵撫でるように彼の姿を見回した。もしや喧嘩の巷にでもと取り越し苦労の限りもなく寝ようと大殿に申されても寝られたことではござりませなんだ。でもまあようこそようこそ。真実木之助は目を細めて安堵に喜びほぐれている体だった。それだけになお清盛は彼の顔をまともに見ることができなかった。父は寝ているか、まだ起きておられるか、母はどうしている。清盛の心配はただそこにあったが、木之助は彼の尋ねも待たずこうなだめた。さあ何もご案じなされずにそっと伏し戸へお入りなされませ。すぐ寝屋のおうちへ。いいのか、じじ、父上のお今へ伺わなくても。明日の朝ご機嫌を見てじじも一緒にお詫びに出ましょうほどに。でも怒っておいでだろうな、わしの帰りの遅いのを。元よりご立腹には見えました。よいの頃木之助はあるとただならぬ見景色で、キャツめどこを遊びほけているやら塩小路など見てまいれとの仰せに、じじめが心得申して程よを取り繕っておきました。そうか、何と言っておいてくれたぞ。仮にも大殿へ嘘をつく木之助の切なさを少しはお察しくだされませ。堀川のおじご様のお屋敷にて眞子様にはお払いたで寝ておられました。やがてお払いたも収まれば夜明け次第お帰りになられましょうとかようにお答えしておきました。すまない、すまない、じじ、勘弁してくれやい。馬屋の横の白梅が氷の粒みたいに夜空ににじみを描いていた。ツンと冷たい梅の空気にも疲れて清盛は
顔をしわめた。そして涙が木之助の肩へこぼれた。いつの間にか清盛はじじの肩に抱きついていたのである。木之助は主君の子にそうされて狂句に固くなっていた。だが枯れ木のような彼のあばらの下にもやがて激しい感情が波打っていた。生来泣き虫で多情な清盛の熱いものと、日頃から包みに包み抑えに抑えていた老骨の中のものとが弾みを得て、とっとどっちも理性を破って一緒におえつしだした。ついには声を上げて一つ体みたいに抱き寄れたまま地へ座ってしまった。わ和子様よ、あなたはこのじじを様でも力に思ってくださいますか。あったかいのだ、僕じじよ。お前の体だけが俺にはあったかい。俺は一人ぼっちのカンガラスだ。母はあんなだし、父上も違っていた。俺は平の忠盛の本当の子ではなかったそうだ。和子様、あなたは そんなことを誰にお聞きになりましたぞ。俺は初めて父の秘密を知った。遠藤武者森藤から今夜初めて聞かされた。あの森藤が、森藤が確かに言ったぞ。聞けよ伊勢の兵と、わぬしは誠の父は菅目殿ではない。先の白川上皇こそ海の手手子だ。帝のことも生まれながら隙腹抱えて、その布ひたたれと切れ草履は何の邪魔だと。おっしゃいますな、そのこと。その口を塞ごうとでもするように木之助は手を振り動かした。清盛は父の手首を顔の前からねじのけて、まだある、それだけではない。じじ、お前は知っているはずだぞ。なぜ今日まで俺に隠していたか。はったと清盛は大きな目でねめつけた。腕首の痛さとその眼光に木之助はガクガク骨から震えが出た。が彼もまた必死を声に絞り出した。まあお心を押し詰めなされい。その気なら木之助からも改めてお話し申さいではなりません。あの武者所の森藤が何と語りまいたかは存じませねと。いや、森藤はこうも言うのだ。もし和主が白川の巫女でないならば、八坂の悪僧何がしの子に違いない。帝の子か悪僧の子だねか、いずれにせよ忠盛の本当の子でないことだけは明白だと。何も森藤ごとき青二歳の知ったことでございましょうぞ。少々ばかりな学祭も鼻にかけ、人を皆愚物に見、自分の行いときてはならず者同様な男と皆が申しおりますわい。あんな見解な者の言葉をやすやすお信じ遊ばす和子様も軽々し。じゃあじじ、お前こそ証拠立てて言ってみ。この平太は白川の子なのか、悪僧の種なのか、さあどっちだ。え、言ってみろ。知らぬとは言わさぬぞという語気である。事実この真相を実質している者は他人では彼以外にないことを、正直な事自身はもう顔色にありありと自白していた。